皆さんこんにちは、ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は Z 石のテレグラムをご紹介したいと思います。 Z 石というのは、お名前を申し上げられなくて恐縮なんですが、流行り伝染病の早期治療に、彼が治療した患者の9割以上、ほとんどの方が治っていると主張していて、多分ジュリアニさんも彼の治療法で治したのかなと私は思いました。その方が警鐘を鳴らしています。何をおっしゃってるかというと、今回のウクライナは、いろんな要素はあるんですけども、流行り伝染病の義務化に反対したりする動きが大きくなってますよね。で、彼らはもう逃げられなくなってしまったので、次の手段に移ったという見方もされています。共有したい内容ですので、ぜひ聞いてください。それでは始めます。私は全ての政治的に正しいトリックにうんざりしています。何が起こったのか、そしてその理由を簡単に説明する時が来ました。1、流行り伝染病はアメリカ政府と NI によって資金提供され作成された大量アヤメの人工 T です。なんか言えなくてごめんなさい。2、アメリカ政府はグローバリストのエリートに奉仕し人々の敵です。3、成功した治療は意図的に抑制されました。人々に希望を与え、恐れを減らすものは全て妨げられました。4、世界的な恐怖は人々を騙して M、ちくわを取らせるために使用されます。5、M、ちくわはグローバリストのアジェンダを達成するために作成されました。6、グローバリストの議題は、1つ、世界の人口を減らし、不妊症を引き起こす。1つ、追跡技術を注入して人々を制御及び奴隷化し、その技術をグローバル暗号通貨の使用にリンクする。一つ、M、提供遺伝子編集技術によるトランスヒューマニストの議題、アジェンダ。流行り伝染病を恐れないでください。M、ちくわを取らないでください。軍事法廷を形成し、すべての世界的な捕食者を裁判にかけます。これはすべて証拠によって証明することができ、証明されるでしょう。私は陰謀の現実主義者です。ウラジミール Z。私たちは皆、アメリカの医療制度、政府、製薬会社がどのように共謀して、市民が流行り伝染病の効果的な早期治療を受けるのを阻止したかを知っています。最初に彼らは、非、へのアクセスを妨害し、ブロックするために不正な研究を推し進め、次に、医、でこれを繰り返しました。さらに彼らは、ビッグテックと MSM の検閲を行い、すべての反対の声を攻撃して沈黙させました。私を含め、多くの医師は、命を救い、人々を病院から遠ざけるための早期治療の使用及び促進をしたことで悪魔化され、脅迫され、解雇されました。私は2年近く、この腐敗を明らかにするために一生懸命努力しました。多くの人々が目を覚ますのを見るのは素晴らしいことでしたが、それは私たち全員に疑問を残しました。この不正で破損したシステムからどのように脱却すればいいのかと、フリーダム MED がこの質問への答えです。これは現在のシステムとは全く異なる手段であり、製薬会社 CNFA またはアメリカ政府によって管理されているわけではありません。フリーダムメディはヒポクラテスの誓いを完全に受け入れ、これらの医師に適切と思われる方法で病気と予防及び治療する自由を与える医師のみを採用しています。ドクター F、製薬会社または3文字の機関が言っていることではありません。私は
個人的にフリーダムメドのチームに参加しました。彼らの新しいテレグラムチャンネルをフォローすることを強くお勧めします。また、ウェブサイト www.freedommed.org をご覧ください。Z 医師ケビン・ジェンキンズは政府、大手製薬会社、または健康保険会社によって管理されていない代替医療会社であるフリーダムメドの立ち上げを正式に発表しました。フリーダムメド CEO のケビン、私たちはヒポクラテスの誓いを信じる医師を求めています。私たちは生命を大切にする医師を求めています。だからあなたがそのような医師なら、あなたの家はここにあります。という CEO の動画が貼られています。そして次です。リツイートで紹介しています。D. シュロプスというアカウントさんの発言なんですが、この方がどういう方なのかというのはちょっと調べきれませんでした。この方の発言です。人類の敵はあなたが完全にウクライナに集中し、これの多くは完全に偽物であることが証明されています。ドクター F の獲得、流行り伝染病特許、早期治療妨害、権威主義的命令などを忘れることを望んでいます。彼らは流行り伝染病の嘘に完全にさらされた後、退却する間、これを煙幕として使用しています。責任ある個人、機関、メディア及び政府に説明責任を負わせるために、今攻撃しなければなりません。これを逃したり、忘れたりすることはできません。さもなくば、また何度でも発生します。D. シュロップスという方の発言です。フリーダムメドの CEO であるケビンからの皆さんへのメッセージ。この先制的なシステムからどのように脱却するか。そしてフリーダムメドのホームページの URL が紹介されています。こちらいつものように言えない言葉などもあります。ことふみ郡山のブログホームページでこちら英文と日本語を合わせて紹介しておりますので、そちらでご確認いただければと思います。それではまたありがとうございました。